吉井監督は馬主であり最初に所有した馬にはフォーシームと名付けた。しかし、この馬は生まれつき足のバランスが悪かったため、競走馬として活躍するのは難しいと言われていた。牧場の方も悩んでいたところ、吉井監督の元へ話が行き、牝馬だったためゆくゆくお母さんになってほしいと思い、馬主になる決意をした模様。吉井監督が近鉄に入団した当初は大阪の富田林にある、家賃7万7000円のマンションで一人暮らしをしていた。節約のため弁当持参で藤井寺球場へ行くこともあったそう。吉井選手はヤクルトに移籍後、野村監督に指導を受けた。1997年にはシーズン終盤まで最優秀防御率のタイトル争いをしていた。個人タイトルに理解のあった野村監督は、あと数イニング無失点なら最優秀防御率に手が届きそうな吉井監督に、せっかくのチャンスやと登板機会を作ってあげた。結果、打ち込まれてしまいリーグ4位の防御率となってしまった。ロッテで活躍する小島選手は吉井監督を理想の上司だと言い、話をしなくてもいつも見てくださっているのがわかる。失敗しても咎められることもないし、良い時に起用してくれる、と選手のモチベが爆上がりしている模様。